こんにちは。今日も来ます、意識低い系普段着物ヒャルです。今日は5月の23日の日曜日です。で、まあもうちょっとね、夕方の時間帯ですね。今日は昨日までと打って変わってね、すごく天気が良かったんですよ。空に結構ね、雲はまだあるんですけど、日差しがね、しっかりと地面まで降り注ぐみたいな感じで、すごくいい天気だったのでね、もう思わずね、洗濯をねしまくっておりましたはい、という感じの日曜日で、まあ本当はね、いつもお休みなんですけど、今週も、まあ、夫が休日出勤だったので、私もいつも通りの一日を家で過ごしていたという、平日とね変わらない感じで過ごしておりました。という感じで今日もね、あの半襦袢の上にキャミワンピを着ております。はい、いつも通りの格好ですねで、最近私久しぶりにあの長襦袢を着て、よいしょ、これね、仕事に行ったんですよね。とか、あとあのキャミワンピ上に着るんじゃなくて、半襦袢と、まあ、捨ててこうみたいな感じで着物を着たりとか、いろんなね襦袢の形っていうのを試してみたりとかしてたんですけれどもね、ちょっとこれ戻そう。いろんなね襦袢の形を試したりしてて、で長襦袢をうまく着られるのであれば、長襦袢が一番いいのかなっていうのは正直思った。一番って言ったらちょっと語弊があるかな。この襟を合わせて、この紐一本で止められる摩擦力がその長襦袢にあるのであれば、ここもそんなに動かないし、で1枚切ればもうそれで襦袢として完成するし、なんか袖がどうとかなんとかとかなんかあんま考えなくて済むから、長襦袢は一番楽なのかもしれないっていうのは思いました。で半襦袢というか、その2部式で襦袢を着る時の話なんですけど、私今あの上にキャミワンピを着て着物を着るので、そうですね、私2部式襦袢っていうのは実は今まで着たことがなくて、この裾よけと上の半襦袢に分かれてるみたいなやつが、で、まあ、そのビジュアル的な見た目があまり好きじゃないっていう理由で勝手に敬遠してたんですけど、上からこのキャミワンピをね着てしまえば、そのビジュアル問題も解決されてしまうっていうことに気づいて、半襦袢の虜になったっていう人間だったので、本来のその半襦袢と裾よけ、まあ捨てて子しか私は持ってないけどっていう2部式襦袢をのなんか着方とか感覚が全然わからなかったんですよね。でその中で、あの半襦袢と捨てて子で着物を着たりして思ったのが、キャミワンピを上に着るっていうスタイルは2部式襦袢として最強なんじゃないかっていう風に気づいたんですよね。っていうのはどういうことかっていうと、まあ、いや例えばね、この半襦袢ですよ、半襦袢を上に着てで裾よけつけるとしたら、裾よけって二部式襦袢着るときってどの向きでつけるか分かんない、どの向きというか どこにつけるかちょっと私も分かってないんですけど、この襦袢の上に裾よけをつけずに、この下にねつけるとしたら、こう着物を着るときに、このなんていうの、背中を布がこう着物をこうねこう上に持ってくときに一緒に巻き込まれたりして、なんかこんな感じで着物と一緒に腰紐と巻き込まれていっちゃうと、なんか半襦袢はぐちゃぐちゃになっちゃうし、後からこうこうやってね襟を直すの引っ張るっていう作業ができなくなるんですよね。その点、このキャミワンピを上からこう覆っておくと、ここの部分がね、あの裾の部分も上からキャミワンピに覆われててぐちゃぐちゃになる、その着物を着る際にぐちゃぐちゃになるっていうことがないので、なんか我ながらこの形は2部式襦袢としては結構理にかなってるのではないかという、ね、すごい自画自賛ですけどね、思ってる、なんかそういうことに気づいたという、そういう話です。はい、で今日はどうしようかな、この上に何を着るかって話なんですよね。よいしょ、今日はね、そう日差しがあって暑いので、
通にこの薄い浴衣を着ようかな。この浴衣もね、上からこうするとちょっとね透け感があるので分かっちゃうんですけど、中にキャミワンピ着てるってとこの境目がね、まあいいやと思いながら着ます。よいしょ。はい、そんなわけで今日もね、このあとやることといえば洗濯物を片付けてご飯の用意するみたいな、そういう感じなんですけどね、一旦ここで、まあ、着物着とくかっていうこういう作業を挟むことによって後の作業のやる気が上がるかもしれないし上がらないかもしれないっていう感じ。どっちって感じだけど、まあそんな感じでね、日曜日なんでね、ゆるーくやります。どうしよっかな、夕飯ね。なんかもう夕飯の献立考えるのって本当に大変だと思う。よいしょ。夕飯どころかそれこそ朝昼晩と全部作んなきゃいけないみたいな状況だと本当にね、家事を担ってる役割の人たち大変だろうなって思います。よいしょ。とりあえずご飯炊いて、どうしよっかな、肉でも炒めるかみたいな。もうそういう感じですね、私の頭の中は。っていうのが、まあ、いつにも増してもう喋りがねとっちらかってるんですよね今日。自分で喋っててすごく思うんだけど、なんでかって、多分私今気圧にやられてる気がする。なんかね、頭痛いんですよ今。脱水かなと思ったんですけど、水とか飲んでもなかなか治らないし、で今までね梅雨みたいな天気でずっとじとっとしてた、ちょっと蒸し暑いみたいな天気が続いてる中で、今日なんかいきなりバーって晴れて、明日からまたどうなるのかなちょっと分かんないんですけどっていう風な感じで、まあ多少変化が目まぐるしいような天気なので、それでね多分体と頭が追いついていってないんだろうなっていうような気はするのでね。何なんですかね、頭が痛くなるって。頭なんで痛くなるんだろう。っていう感じで、なので余計にね、なんか何か考えるっていうのができない状況になっているわけなんですよ。もう頭も痛いし考えたくないみたいなね。というわけで、はい、切れました。こんな感じでね、まあ多少透けるねけど、まあ、これぐらい離れるとそこまで別に、あ、この人下になんかめっちゃキャミワンピ着てるみたいな風には見えないと思う多分。うん、個人の感覚の差ですね。失礼しました。まあお出かけとかするんだったら、せっかくだったらね、ちゃんと透けないようにっていうか、この透けで気にならないように長襦袢着るかなとは思うけど、でもちょっとね家の中で過ごすとか、まあ、スーパー行きますくらいだったらもう全然私はこれでいいです、その程度の日常生活でね。よいしょ。そう、もうね意識低い系普段着物なので、なんか日常生活からめかし込んでらんねえよっていうのが正直本音であるところなんですよね。なんかいろいろありますけど、こういう時はこういうの着るといいとか、こういう風なところ気を使うとすごくなんか綺麗に見えるとか、なんかねこの色使いをこうするとすごくなんか季節感がいいとか、なんかあるけど、まあ、気にしたい時は気にするけど、もう日常生活レベルでそんなこと考えてられないっていうのが、あのあくまで私となるちゃんの共通見解、そういうあのチャンネルなのでね、日常生活の着物でなんかどういう風に着こなしたらいいかみたいなのはもうすでにね結構な意識の高さだと思います。とりあえず着たいもの着て、着たいもの着るとか言ってる割に考えるのがめんどくさいとかっていうのがうちのチャンネルでございます。あ、そうだ、これね
最近ちょっと導入していました紐付きの角帯というもので、はい、これをもうね、伊達締めと帯の代わりにここら辺にベーンと巻いてしまえばとりあえずいいんじゃないっていう風に思ったので、ちょっとね今年から試験的に導入してみようかなというものです。はい、紐付きの角帯という新アイテムをねちょっと導入しています。これならなんだ伊達締めもいらないし、かといって伊達締めと半幅帯をこう兼ねて、しかもなんか結構楽に巻けるかなと思うんですけど、どうなんですかね。私の巻き方が悪いような気もする。これはあとね紐の位置近いな。これは多分この胴回り巻く部分の長太さによって人それぞれ紐の位置は変わってくると思うんですけど、よし、まあ、私はこれぐらいになりましたね。でどうすっかな、これどうしたらいいのかな。もうちょっとこうバッテになるように巻けばよかったんだな。順番にこう下にずらしていくとかじゃなくてね。まあいいや、今日ねちょっと実は初めて巻いてみました。で、まあ、適当です、こういうところはね。とりあえずなんか帯みたいなものがないとよろしくないという風潮があるっぽいので、帯みたいなものを巻いとくっていう安直な考えで、まああとはねここら辺なんていうの、あんまり下すぎるんじゃなくて、ある程度この胸下ぐらいで巻いとかないと、巻いて押さえとかないと ここのね開きが出てくるっていうわけで、とりあえずいわゆる帯をするような位置にちょっと巻いてみたという感じですね。私の中ではもうこれで十分いいかな。はい、もうね手がくぐれるぐらいゆるゆるです。一応今日はそこまで暑くないんですけど、夏の本当に暑い日にもう無理っていう時にどうやってなんか着物を着て、で、まあ、去年の私は帯しませんって結構開き直ってたんですけど、ちょっとね外に出る時、出ないけど、あんな夏の本当に暑くて無理な時は、まあまず出ないんですけど、それでもちょっとなんか郵便局行かないといけませんみたいな時とかにどうするっていう時に、まあとりあえずこれでをやっとけば格好はつくかなぐらいの、そういう位置づけとしてね導入をしてみた次第でございます。難しいね巻き方、なんかいい方法があったらね教えてほしいですけどね。とりあえず適当に巻いて頂上結びしとけばなんとかなるっていうので、へこ帯よりこっちの方が私は楽ですね。細くてまあある程度硬い生地なので、巻いてる時にこうくにゃくにゃ曲がって巻きにくいっていうこともないし、で最後にこうどういう風に端の処理をするか、なんかカルタ結びにするとか矢の字にするとかそういうのもないし、適当にねもう本当に蝶結びで終わるのですごい楽。あとはこの人自身がどれぐらいまあ厚さを感じさせるかさせないかみたいなとこですけど、そこはね暑くなった季節になったら検証すればいいかなと思っております。はい、ちなみにねこの角帯は楽天市場で買いました。楽天市場で8800円だったから、まあ8800円という金額自体は大きいけど、それでまあ本当に日常生活で帯どうしてもしなきゃいけないけど暑いけどまあするけどくらいの時にパパッとできてしまうのであれば、まあ十分ありな金額かな、金額っていうかその投資としてのね、日常生活で着物を着るっていう願望を叶えるというための投資としてはありかなというふうに思っております。まあね、これでなんかちょっとおしゃれな店行きたいとかお出かけしたいみたいな時は使わないだろうなとは思うけど、その時はねちょっと頑張ってお太鼓しますとかなんかあるなると思うけど、あと仕事とかにはねさすがに使わないですけど、でもねこういう本当に日常生活で特別に何かあるわけじゃないけど着物着たいけどしんどいよねみたいな時にとりあえず巻いとくと、まあ、それっぽくなっていいかなっていう雰囲気。これがあんまりにも普通の本当に細幅の紐みたいな感じになるとただの旅館の浴衣みたいになっちゃって、それはそれでまあ
悪いとは言わないけど、私の中では気分的には上がらないんですよ。ただの紐やんそれみたいな。じゃあ別に帯あえてそれするぐらいだったらしないのとそんな変わらんやんみたいな、そういう気持ちにしかなれないので、私の中で、ね、あくまで私の感覚なんですけどね。というわけで、まあ、ちょっとね、まあ、ちょっと格好つくかなと思って導入してみました。どうですかね。はい、今つけてて、まあ楽ですよ。これはゆるゆるに巻いてるっていうのもありますけどね、本当にね楽。こう頭使ったり、こう帯を回すのにくるくる回ったりとか、なんかいろいろ長いのをこう手に余る長さの布をこう手でやってると、やっぱりね頭も体も使うから、それですっごいなんか熱が発生しませんか。特に夏のちょっと暑いなぐらいの結構シビアな環境で着替えてると、本当にその動作の一つ一つがもう速攻汗につながるんですよ。もうね汗バーって出てくるみたいな。それがね結構軽減できるのではないかな、まあ、あと短時間でシュシュッとやってしまえるので、汗をかいてひどいことになる前にまあ着替えを終えられるっていうメリットもあるかなっていう感じですね。今日なんかこの下前がひどいね。下前のなんかまあ今日に限らずだと思う。私結構ね下前だけがなんか変に浮いてきたりするので、そこら辺もどうしたもんかなとか思ったりするんですけど、そこら辺もねちょっとねまた精進しなきゃいけないな、着替えてる着替えの上でねっていう感じなんですけど、はい。そんなわけで本日は新アイテム、あの紐付き角帯をちょっと使ってみたというお話でした。あとはね、これあのうちの場合は私と夫で、まあ、男女で暮らしてるので、私がねあの使わない時とかは夫が使えるなっていうのもあったので8800円まあちょっとするけど出してみたっていう感じですね。まあでもね多分こういうの作れる人は作れるんだろうなっていうふうに思います。なんか太めの紐となんか角帯をリメイクしてもいいし、角帯じゃなくてもなんかちょっとしっかりめの何布とかなんかいろいろあれば接着芯貼ってもいいですしね、既存の、ね、布とかにねっていう風に作ってもいいかなと思ったりします。はい、というわけでねちょっと新アイテム導入ということで、全然なんか紹介するつもりなかったけど成り行きでちょっと今日これ使おうっていうので紹介してみました。これねちょっとでも落ちてくるね、これね巻き方が緩すぎたのと、まあ本来下に巻いてある部分だから落ちやすいっていうのはあるけどね、そこら辺はまた巻き方工夫してちょうどよくなるようになんかいい塩梅にできたらいいかなと思います。ただ個人的には現状のこの状態でもまあとりあえず帯はしてるみたいな雰囲気は出せる。これが帯じゃないとかっていう人も多分 いると思うけど、私の中ではもう ここまで巻いてあったらもう帯だと思ってるのであの少なくともね他の人が見た時になんか何やばみたいな、そこまでドン引きされるほどのひどい見た目だとは思ってない、この身だしなみについてね。難しいですよね本当に。なんかあんまりなんかよその目を気にしてもしょうがないけど、かといって全く気にしないでいるっていうのもやっぱりできないですよね。だってさすがにね全く気にしないからって言ってそれこそあの下着姿で外出るわけ出ようとは、ね、いくら暑くて服着るのが無理だと思ってもさすがにそれはねしないから、私もね、うん、あんまり人の目を気にする方ではないけどさすがにそのレベルではないと思ってるので難しいですけどね線引きっていうのがね。まあ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 、はい、そんな感じでねやっていこうと思います。私の家のご近所の方からクレームが出た時だけ考えるあとはもう自分の感覚で、まあ、大丈夫だろうと思ったら大丈夫だということにしてという感じですかね、はい。まあ、あとはねあのうちのチャンネルには私と他にあのなるちゃんもいるから、なるちゃんと私がまあ大丈夫でしょって思ったらいいっていうなんかそういう方向でやっていきます勝手になるちゃんを巻き込むっていうね、はい。なわけで洗濯物片付けてきます。はい、本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。